まあ中級はいいんじゃないのっていうね。中級も一応やる中級は倒さないようにこう一体ね変なのを入れて飛んでやるって感じで、これもね危ねえ。そうですね、まあちょっと遠藤がなバフってはないじゃないので、遠藤がやっても攻撃速度と避けゲージ上がるだけだからあんまり変わんねえっていうね。なるほどね、この結構遠藤あれですね、タイムクロックレディより早いね。でこれはぶつかりで倒せないね。っていう感じでとどめだよね。でクリティカルあるとよろしいという感じかな。はい、ちょっと長かったね。今回こんな感じしましょう。あ、ロボの子ゲットしてなかったんだ初級もこんな感じですね。初級もこんな感じ、ちょっとあえてもう映しませんが、はい、初級もこんな感じにやっております。やってないね、まだね。はい、弱いやつを1個入れて、私はグマシにも弱いの入れて倒さないようにして、うん、やるみたいな感じに。で本当はねバフとか、あとは本当はね、なんだっけ、あのとどめを刺すやつは、例えばこの初級後だったらこのね、なるべくこいつが本当はね、こいつが氷得意なんで、なるべく氷苦手なやつをなるべくとどめにしようかなっていうふうにやってるはずでもなかったねこれは武士にした方がいいね。はい、その方がダメージが刺さるけど、まあ初級とかはねどうせダメージ 999% になるんでいいのかなって感じで、はい、これで